ラブカス TV 川口学です、今日はですねプジョーの新型408この GT ハイブリッドというモデルありますけれども、こちらをですねお借りする機会を得ました。こちらデザインなんかも含めて非常にユニークな1台ですけれども、まずはこちらをですね内外装徹底チェックの方から行ってみたいと思います。今回はですねこの408の GT ハイブリッド、まずはですねボディサイズから見ていきたいと思います。全長はですね 4700mm、 全幅は 1850mm、 そして全高は 1500mm、 さらにホイールベースは 2790mm というサイズになっております。まあかなり最近の車としてはですねいいサイズかなというところですけれども、にしても今こうして見るとフォルムがめちゃめちゃ個性的なフォルムを持っております。クーペにも見えるし SUV 的な感じもあるし、ハッチバックにも見えるしというような感じでですね、非常にユニークなこのスタイルを持っているのが特徴ということですね。ウェブではトヨタクラウンに似てるんじゃないかというようなですねご意見も多々ありますけれども、こうして見るとですね後ろから見た時ハッチバックが結構強い感じのですね1台になってますね。はい、このような感じで真後ろが見たらほとんどハッチバックで、リアウィンドウがかなり寝てる感じが強いかなというところですよね。で今回のこの408なんですけれども、ボディ形式としてはファストバックというふうに呼んでるんですけれども、後ろはですねハッチになっております。トヨタのクラウンなんかの場合はですね後ろが独立したトランクを持っている3ボックスタイプなんですけれども、こちらはですねファストバックということで、ハッチバック形状のモデルということになります。それが特徴というところですね。で今回のこの車オブセッションブルーというボディカラーを採用しているわけですけれども、ご覧になっていただいて分かりますように、この見る場所によって光の当たり方によってちょっといろいろと色が変わっていくような、そんなですね美しいブルーになっております。なので今バンパーのそのヘッドライトの下の部分あたりとボンネットのあたりの色がですね変わって見えるような、そんなですねボディカラーになっているのが特徴ということですね。で顔つきですけれども、このように新世代のプジョーの顔つきを持っているわけですけれども、このグリルがですねすごくドットがですねいっぱい入っていって、こう放射状に広がるようなデザインになっているのが特徴ということで、そこに大きなですねプジョーのエンブレムが、はい、備わっております。そしてボンネットの部分に408の社名のロゴが入るということになります。ヘッドライトですけれども、こちら2眼タイプの LED のヘッドライトになっていて、最近のプジョーモデルですから、ここの火花のようなですね LED が特徴ということになります。そしてその周りはブラックのパネルになってますけれども、ここにもですねラインが入ることによって、ちょっと幾何学的なですね感じを出しているのが特徴と、このようにですね見ますとナンバープレートの周りがハニカム形状になっているということで、スポーティーなプジョーの顔つき、他のモデルとも共通するような雰囲気、こういったものをですね持った時代になっております。でサイドに回ってきますと装着タイヤですけれども、こちらはですねミシュランの e プライマシーですね、205の 55R19 サイズ採用しております。でホイールなんですけれども、こちらはですねこのような感じでブラックの塗装で、この部分が切削されたタイプのホイールになっているわけですが、この辺りのラインが入っているところはプラスチックのカバーで、ちょっとエアロホイールっぽい感じのものになっているのが特徴ということですね。ギアもサイズは205の 55R19 ということで変わらないということですね。でサイドからもう一度見ますと、このような感じでちょっと背高なんだけれどもファストバック、クーペ、クロスオーバーみたいな感じの見え方をする、そんなデザインで、これはねこれでかっこよさがあるなというところですよね。そしてクォーターから見るとこのような感じで、リアのですねランプ類が未来的なのは他のモデルと共通している部分で、寄っていくとですねこのような感じでかなり作りもですね細かなものになっているというところですね。ちなみにテールレンズの通常の光り方はこのような感じで、この面だけが光ってるわけですね。なのでこうやって上から見ると、はい、クリアな部分が見えていて、このように見ると光っているという、これかっこいいでしょうね。未来的な光り方をしております。ちなみにフロントですけれども、フロントはですねこの牙のような LED の光が一目でプジョーと分かる、そんなですね顔つきを作り上げているということになります。それとハッチもですね、このデッキの部分が少し逆反りしているような感じになっていますし、なおかつこのハッチのゲートの部分ですね、こうやって見ると結構深くなっていて、リアウィンドウはそことはちょっとこう
位置がずれるような感じになっているわけですよね。それとこのようにちょっとスポイラー的なですねアクセントも入っているということで、かなりこうエッジがですね効いたデザインになっているのが特徴というところですね。で後ろに回り込んできますと、まあ、ランプはですねここに入って間にガーニッシュが入ってエンブレムが置かれていて、左側に社名、右側にハイブリッドのロゴ入っているわけですけれども、このようにちょっとブルーで入っております。でバンパーは樹脂のバンパーがついていて、下の部分にですねちょっとグロスブラックのパーツが入るようなそんなですね造形になっております。ちょっとこう横から見るとバンパーが少し出てるようなそんなですね造形になっているのが特徴ですね。で搭載エンジンですけれども、こちらはですね 1598cc、まあ、いわゆる 1.6 リッターの直列4気筒の DOHC ターボということになります。でこちらですね最高出力が180馬力これを6000回転で発生して、最大トルク250ニュートンを1750回転で発生するというものになります。でさらにこの車の場合はハイブリッドですからモーターが組み合わされていて、モーターの出力が110馬力これ2500回転で発生して、最大トルクが320ニュートン、これ500回転から2500回転の間で発生するということになります。ですので、このモーターの力とエンジンの力を組み合わせて、かなりですね、動力性能を実現しているということになります。このエンジンとモーターの力をですね、8速の AT を介して前輪を駆動する FF レイアウトということになりまして、車両重量はですね、1740キロ。これによって燃費はですね WLTC モードでリッター 17.1 キロを実現しているということになります。このサイズの車からするとですね結構いい燃費かなというところでありますね。でちなみにプラグインハイブリッドでもありますので、こちらの方はですね1充電あたりの航続可能距離これ66キロということになります。ですので、まあ、実質そうですねだいたい50キロぐらいは EV 走行して、その後普通のハイブリッドになるというような感じでしょうね。はい、さあインテリアをチェックしたいと思います。こちら開けますと、まあ、いわゆるですね308とかあの辺りと近い世界観を持ったインテリアが広がっているなという感じですね。開けたところこのドアのトリムですけれども、まあ、この上面のところはですねソフトなこう脂肪の入ったパッドになっていて、そんなに高く見えるような感じのものではないですね。ただしその下にですねこのようにスウェード調のですねトリムが入っていて、この辺りアンビエントライトが入っているだろうなというところですね。それとこのようにライムグリーンのですねステッチが入っているのが特徴ということで、それ以外の部分はそれほど高いパーツを使ってないですけれども、こういったですねアクセントによって未来的な感じとかいいもの感とかを出しているということですね。そして開けますとこのようにプジョーのスカーフプレートが入っております。ちなみにペダルは吊り下げ式でアルミのですねペダルになっていて、ゴムの滑り止めがついております。このようにフロアマットもステッチがですねちゃんと揃えてあります。でシートですけれども、こちら308なんかと同じようなですねスポーティーなタイプのシートになっていて、これは合皮とファブリックとアルカンターラの3つのですね組み合わせになってますね。はい、のような感じになっていて、デザインがね結構ねかっこいいんですよね。ヘッドレストは周りがレザーで、ここはですねアルカンターラになっているというような感じで、センター部分もここにステッチがこう入っていて、でこのサイドの部分だけファブリックになっていてと、座面もこのサイドの部分だけファブリックになっていてという、そんなですねスポーティーなシートが備わっております。ちなみにステアリングですけれども、こちらはですねトップとボトムがですねちょっとこうフラットな感じになっているタイプのステアリングを用意していて、ここにですね GT のプレートが入っております。スポークはグロスブラックのパーツがついていて、右側がメニュー関係、左側がアダプティブクルーズコントロール関係で、パドルはですねこのように小さめのものがスポークの後ろ側についているということになるわけですね。このような感じの、はい、パドルが備わっております。では乗り込んでみたいと思います。はい、乗り込みますとこの未来感漂うですねコクピットが展開されているわけですね。プジョーですねステアリングの上の方にメーターを持ってくるようなレイアウトを持っていて、これがですね、まあ、ユニークな部分ではありますけれども、この車ですね、パッと乗るとですね、ちょっとダッシュボードが高く感じるかなというところではありますね。で、はい、スタートしたいと思います。このような感じで、イグニッションオンすると、メーターがこれ、奥行きがあるですね、表示のメーターになってるんですけど、これ、カメラで見えるかな？ちょっと見えてるか見えてないか僕確認できないんですけれども、要するにこの0っていう数字は手前にあって、レディっていう言葉も手前にあって、車も手前にあるんですけれども、その奥の道とかですね、メーターのベゼルは奥側にあるというですね、そんな表示の仕方をしております。まあこれもちろんフルカラーの液晶ということになるわけですね。さらにこちら側、はい、モニターがあって、下のですねこの操作ボタンも液晶になっていて、このような感じで
ナビゲーションとかメディアとかエアコンのですね、ものをこう選んでというような操作をします。なので、エアコンのスイッチも基本この画面の中から行うようなものになっていて、まあ、重要なハザードとかですね、デフロスターとか内気循環とかそのあたりのですね、スイッチは物理スイッチで用意されているということになります。で、その下に置くだけ充電のトレイがあって、スタートボタンがあって、これシフターですね。他のモデルとも共通しますけれども、この周りのところがですね、金属調のパーツになっていることによって、ちょっと未来感漂うものになっているかなというところですね。そしてこちら側にポケットがあって、USB の C があって、12V があって、そしてここに蛇腹がついたカップホルダー、縦置きが用意されているということになります。そしてここにパーキングブレーキのボタン。ちなみにここにもスペースがあって、今鍵が入ってましたけれども、鍵はこのような感じで、はい、ちょっと防水系のデザインのものになっております。でさらにこの小物入れの後ろが、はい、アームレスト兼小物入れになっていて、このように開けるとですね USB の C が一口ありますね。でこのようにケーブルなんかを収めていくことができるというものになっております。ちなみにミラーはフレームレスのタイプということになりますね。そしてルームランプはですねこちら、はい、LED のルームランプが備わっております。でサングラスホルダーとかはないですね。さらにバイザー見ますとこのようにカードホルダーがあって、開けると LED が両方に備わったミラーがあるということですね。ライニングはファブリックのブラックということになります。スポーティーな印象ですね。でドラポジを今セットしますけれども、このような感じでステアリングの上にメーターが来るようなそんなレイアウトになっております。シルトとテレスコですけれども、これは手動ですね。身長168センチの川口学がドライビングポジションを取るとこのような感じになります。だからねポジション取った時にちょっとダッシュボード上目かなっていう感じが少しありますよね。やっぱメーター位置との関係もあるので、少し上目にダッシュボードを感じる、そんな乗車感がありますね。ではこの状態でリアシートもチェックしたいと思います。ではリアシートをチェックしたいと思います。まあ、リアもですねトリムはフロントと同じものがついてますね。でリアシートこのような感じで、はい、3人掛けのシートが用意されております。マテリアルはフロントと一緒ですけども、この部分がですねフロントと違ってアルカンターラになってないですね、はい、でまず乗り込んで足元ですけれども、拳が1、2、3、3つちょいぐらいですかね。こっちまで行くと4つあるかなっていうぐらいの結構ゆとりはあります。それと床面と座面の高さの関係でいうと、このようにゆったり座ると少し膝裏が浮くかなという感じではあります。座面の長さはそれほど長くはないですが、左右のところはこのように出っ張ってますので少しサポートは入ってくれるぞという感じです。ちなみに背もたれはこのぐらいの感じで、拳1個はないですね。で今ヘッドレストを上げた状態で、はい、天井は拳1個分ぐらいのスペースがあります。で窓は、はい、ちょっとだけ残るタイプですね。でこちらにガイドの部分が残っているというタイプになっております。ちなみにドアハンドルここにありまして、 LED のランプもここにありましてという感じですね。さあそしてアームレストを出してみたいと思います。アームレストこちらでございます。はい、出すとこのようにカップホルダー2つと小物入れが備わっているタイプのアームレストが出てくるということになりますね。でアームレスト高さ的にはですね、まあそこそこいいかなっていう感じですけれども、ちょっとこの動きが気になるかな、少しこうしなる感じがあって、これが若干気になります。あとはエアコンの吹き出し口がこのセンターコンソールの後ろにあって、 USB の C が2つ、そして小物入れがあるという構成になっております。ではラゲッジもチェックしたいと思います。さあラゲッジですけれども、こちらはですね、はい、電動のテールゲートになっております。このような感じで、やっぱりハッチバックの方が便利だよね。クラウンもね、こんな風に開くともっと便利だなと思うんですけれどもね、まあ、セダンの快適性を取るか、ね、このハッチバックの使い勝手を取るかというところで、まあ、408はねフランスの車ですから、やはりハッチバックにしたということですね。ただしラゲッジの追い込み方は、まあ、そんなにきっちり追い込んでないというのはもうヨーロッパ流で、ゴルフバックはね多分斜めに乗っけるとかり、シートを倒して乗っけたりというようなことですよね。荷室内に収めたいっていうねニーズがあるのは ほぼ日本だけですので、まあ、みんなで乗り合っていくという文化があるかないかというところもそれに大きく影響しているかなというところではありますね。で荷室はスクエアになっていて、右側にネットがあって、左側にですねゴムバンドが2つ用意されています。こちらに、はい、
ありますので、開けますと充電ケーブルとかですね、三角表示板とかそのあたりを収納できるスペースが用意されているというとになります。吐き出しの位置はですね、僕の股より下なので、荷物の積み下ろしはかなり楽かなというところですよね。ただこの部分、はい、ステンレスのガードついてますけれども、ラゲッジとの床面とですね、この開口の間には段差がこのようにあるということになります。で、これですね、トノカバー、はい、本当にちっちゃいカバーですけれども、それ以外の部分はこっちにもうくっついてるんですね。なのでこれ外すだけなんですが、これね、実は向きをね変えてもついてしまうらしくて、ただしこのへこみがある方をですね前にしてしまうとエラーが出てしまらなくなるそうなので、ご注意ください。そしてリアシートを倒すレバーはこちらにあります。分割は4対6ということになります。で、おバネは強いですね。なのでこのような感じで、はい、ちゃんと背もたれが倒れてくれるので押し込む必要もなくて楽に使えるということですし、この状態で1600リッター以上のですねラゲッジ容量があるということですね。もともとシートが立っていても540リッター近い容量があるわけですけれども、リアシートを倒すとですね1600リッター以上のですね、かなり広大なスペースが得られるということで、もう自転車も当然そのまま積めるようなスペースになっております。はい、というわけで今回はですね、プジョーの新型408、この GT ハイブリッド、こちらをですね内外装徹底チェックしてきました。車両価格はですね629万円ということになります。で、ここにオプションですけれども、 ETC がオプションというだけで1万7000いくらということになりますので、合わせることの630万7215円ということになります。果たしてこの値段をですね高いと取るか安いと取るかは微妙なところではありますけれども、次のですね試乗編を持ってですね、その価値がどのくらいのものなのかというところをですねチェックしていきたいと思いますけれども、そうですね、僕が乗ってるプリウスの PHEV、 これはですね2リッターのガソリンエンジンと 18.1kWh のですねバッテリーを積んだプラグインハイブリッドということで、当然同じプラグインハイブリッドになるわけですけれども、それがですねだいたい510万円ぐらいしますので、そう考えると、ボディサイズとかですね、そのあたり考えた際に、あと輸入車であるということを考えるとですね、このぐらいの価格になるのは致し方ないのかなというところではあります。というわけで最後までご覧いただき、どうもありがとうございます。チャンネル登録いただければ、あなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車、企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。